水郷県立自然公園は、三重県北部の水郷地帯に広がる、県立自然公園である。1953年10月1日に、三重県が指定した、桑名市と桑名郡木曽崎町にまたがる公園で、面積は6842ヘクタールである。2003年の観光入り込み客数は、約628.8万人で、三重県では、 伊勢島国立公園に次いで観光客が多い。七里の私屋といわゆる基礎山線の川口付近、和重地帯の公園である。この地域は長い間水害と戦ってきたため、傍聴林として海岸に松林が並んでいるほか、数々の水害対策の意向が残されており、観光資源となっている。また東海道、七里の私の伊勢国側の船着きバートがあり、 隣接する桑名塾は大いに賑わった。七里の私跡の住吉裏には私跡の石庭が残るほか、石道路や鳥居があり、周囲にはデルタ地帯の風景が広がる。近年は長島観光開発株式会社による桑名郡長島町の観光開発が行われ、名古屋近郊の観光スポットとして人気を集めている。 多度き三重県政策部統計室分析情報グループ217主要観光地別入り込み客数平成17年度間三重県統計書人文社観光と旅編集部106ページありがとうございます